そして九州地区オーディション開催の時、会場には309名ものモノマネ名人たちが集合。一体どんなニューフェイスが現れるのか。そして松村が注目する素人は果たしているのか。というわけで、よろしくお願いします。会場の空気がほぐれたところで早速オーディションスタート。ユニークな素人が続々登場。気がつけば個性派キャラのオンパレード。合格じゃないですか。合格でしょう。乗ってくれ、はあはあ、じゃあ雨上がりゲストは宮迫君。雨上がりゲストの宮迫です。我慢、先輩に向かって許せんねん。お前何だと思う。お前何で吐きやんねん。何かしとんねん。アホか。お前アホしねえ。アホ、俺がアホ。今週の1位はケケキズで情熱です。時間は僕が埋めてあげる。ティシュ君です。悲しくて涙はいらないから。ムチコアスリアスリアコムチコずっと違う。山瀬真美さんの鋭いツッコミが良かったですよ。夏木豊さん。それでは参りましょう。ブラッキー一発勝負。伊藤忠信長も。どんなとか。どんなとか。どんな。以上ブラッキー一発勝負でした。うまい。うまいです。これは。見てて情報です。エロトピア。それが一番受けてるのがどうも悔しいですよ。何のためのオーディションか分かりませんよ。シナリンゴさん。約束はいらないわ。果たされないことなど大嫌いなの。福山雅治さんでヤンボーマンボー天気予報。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、僕の名前はチーニー。君の名前は小雪。住んでるとこは一つ屋根の下。君と僕とで一つ屋根の下。小さな一世大きなあんちゃん。住んでるところは一つ屋根の下。どうも。おお、うまい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 。はい、笑顔すぐです。そうですね、今日の斉藤のピッチングはですね、あんまり調子ないみたいですね。斉藤君のいいときにですね、もっとこう肘の出がですね、もっと上なんですよね。掛けさん、どうですか、その辺。すごく似てますね、江川君。ただね、その江川君ってのは自己中だからね。そうですね。結構のウルグスとか見てるでしょ。まあそうですね。僕のマックスも見てちょうだい。そうですね。いや、でも江川君の真似がね、そのやり続けることによってね、自分のポイントというのがすごく出てきてます。いや、そうですね。最初受け入れないからといって辞めた人にはね、それでモノマネの上に行くってことはできないんですけど、怒られても怒られてもやり続けることが僕ね、レギュラーへの近道だと思います。そうですよね。はい、じゃあいいでしょうかね。かいい感じです。僕も掛けさんのマネやれたんで気持ちいいです。ありがとうございます。笑顔すぐでした。はい。その後松村はここへ